ピニスト。アルピニストって何？山登る人。へえ。ああ。そうなんだ。登んないから分かんなかった。資格を埋めましょう。なんかザジズゼマミムメモハヒフヘホ、うん、何ヌネのハかここ。じゃ、うん、ハヒフヘホザジズゼとマミムメモ、ね、ハヒフヘホマミサシスセソタチツテ。はじめまして。はい、はじめまして。なんか1問目が一番難かったな。ね、1問目難かったね。草上。草。草生える。ひや左。歩行上。さーま。なんでさま？草上の草冠がさに見えるからみたいな。あーで、左が。そうそうそう。で、なるほどね。よーわかるわ。さーん。ま。はい。あーなるほどなるほど。はい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 。サクサクいきますね。熟語を作れ。熟語を作るぞ。これ、せでしょ。げん。かい。げんかいじゃない。だね。あ、うん、やっぱこう選択肢があると楽ですね。楽ですね。ありがたいね。はい、資格を埋めましょう。科学、異縁、小読み、連打、斧、愛、春、ん？カタカナだね、しかも。ね、3文字でしょ、うん、それこそ連打みたいのが出てくるのかな。え、なんでだろう。異縁の縁がなんか感じ違うよね。え、そうだっけ。炎症の縁ってこれじゃん。合ってるか、合ってるか。失礼。これ、よくわかんないね。なんでこれが異縁になるんだろうみたいな。科学が。え？むずいなこれ。なんだろう。なんだろう。共通点が全然見つからない。ヒントいきますか。ヒント1。はい、オープン。別の読み方。別の読み方？別の読み方？レキ。レキ。レンダ。炎。メラ。メラじゃない。ドラクエ出たな。メラじゃない。か。はい。円じゃないの？円。円愛。円愛。春でしょ春は。でも科学が何？わかんない。科学って別でどうやって読むの？シナマナ。化け学。違う。化けてねえわ。ヒント2。はい。どうぞ。あーあれだ。このタイプか。怖いな、うん、英語に訳すとそっちか。でもそれはなんかなんとなくね。だってまず炎ってさ、ファイヤー、カレンダー、ファイヤー、あーカレンダー、スプリング、リング、あのサイエン、指輪、違うか。 何ファイファイ、ファイヤー、ちょっと待って。なんて言った今。これカレンダーかなと思ったんだよね。確かにカレンダーっぽい。カレンダーっぽくて。で、中に入ってるんだ。科学ってサイエンスでしょ、うん、で、EN が入ってるから。ファイヤーもフワイヤーだから愛が入ってて。スプリン。プリン。プリン。なるほどな。プリーン。むずい。むずいんだわ。やった、プリンだ。ね、プリンでした。次いきますか。じゃあこれがラストにしましょうか。はい、トタケケ、ね、違う違うぶつもり言えない。ポキモリか。竹中プリジタとソとケケオッケー。ケケオケケでね、トタケケかな。
タと外タと外タと外ケケケケなんでケケケケなのタと外ケケケケどういうこと崖リドライタケいやそれそのシステムやべえぞえイコールの左側はカタカナうん右側をひらがなとしてみると上段はタとがカタカナでドワー分かってた分かってた分かっ、うん、出たちょっと今のラストやめようそうだねちょっと今のこれラスト気持ち悪いね気持ち悪いねそうそうそうさあ食を見ましょうスープほうじるすっ通うはい分かったはい桜井さんああ分かったスクスクールスクープスクープスクースクスク走る走るランニングしか今出てこないスタートいやえスクールスクーえこの矢印どういうことあスクープ報じる、うん、スクールに通ううんスクースクーもうスクータースクーターだスクーターで走るよしよしそういうことか、はい、うまいでーす、はい、桜井さん今日も面白いアプリでしたねはいなんでだよ私のセリフ飛んないでよ、はい、というわけで、はい、東大生の考えることはわからんわかんないね、はい、一番最初以外は結構サクサク解けてたイメージありますよ、一番最初も言うてもうちょっと考えれば出たんじゃないかな感はちょっとある気がするあ、あれかそうそうそう1日いやもうあれはもうちょっと俺は分かんなかったあ本当、うん、でもなんか2人ともサクサク超えてたからもしかしたら東大狙えるかもしれないね狙えんわ大事なのか東大生はすごいんだぞすごいんだぞすごいんだぞ、はい、ということでここまでご視聴いただきありがとうございました、はい、チャンネル登録を忘れなくそれでは明日の7時にお会いしましょういってらっしゃーいいってらっしゃーい